はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、皆さん、まあ僕のね、所持金を見てもらえればわかるんですが、昨日ですね、夜中に金策をいつも通りしていたらやっちまいました。はい、ちょっとね、70万ぐらい溶かしてしまいました。もうマジで最悪だわ。もうね、なんかギャンブルをする気持ちになった。わかるかな。いや、この失敗を取り返すとかやって、もうどんどん沼にはまっていって、気づけばですね、所持金が26万円と、はい、いうことでね、めちゃめちゃちょっとまずいんですが、まあ、今回ね、使っていく MK14 を説明していこうと思います。はい、最近ね、僕の動画、まあ、ネタ切れ言われてますが、違うんですよ。もうお金がないから用意できないの、武器を。はい、だからね、まあ2日前ぐらいですか、まあ、使ってた MK14 ですね、まあ元のベースの形はそのままにしておいて、今回ですね、6スコをですね、つけてきました。はい、こうすることによってどうなるか分かりますか、皆さん。そうですね、大谷翔平二刀流 MK14 に早変わりってわけ。はい、前回ね、使った時は、まあ、2スコをねつけてたんですけれども、2スコからですね、この1倍6倍になることによって、まあ等倍でね、近距離は打つことができるので、さらに近距離の鬼になると。はい、そして、まあ中距離遠距離はもう6スコで頭パンパンスパパンパンしていけば、まあ勝てるかなって思うんで、とりあえずね MK14 使っていきたいと思います。はい、ということで、早速やっていきましょうか。とりあえずね、等倍に変えてあげて打っていきましょう。まあこんな感じでね、めちゃめちゃ安定しますよと。はい、まあ、だから、まあ、本当に近距離は、まあ、何の問題もない、もう心配は何もないんですが、さらにですね、これ、6スコに変えることによって頭も抜けるから、はい、一発ずつこうやってね、タップ打ちするもよし、セミオートに切り替えて、もうね DMR としてもうこうやってね頭をしばいてあげるっていう。はい、まあ、こんな感じでね、敵をですね、もう絶望の淵に立たしぎ落としてやろうかなって感じなんで、まあ、昨日ね、カツオのたたき食べたんで、僕は、はい、もう絶対勝てるでしょう。ということで、まあ、警告のね、マンハントやってたらマンハントやるんですが、まあ、ちょっとね、やってるかわからないんで、とりあえずね、適当にマップ選択していこうと思います。レッツゴー。はい、ということでね、秒速3センチメートルでマッチングしたんですけれども、すいません、皆さん。昨日のね、金策の名残で、オートマッチね、オンになっていました。はい、申し訳ない。ということでね、まあ僕は裏ではね、チキンなんで、チキンクソ野郎なんで、普通にねオートマッチ入れて、まあ金策してるんですけれども、まあ動画ではね、まあなるべくオートマッチは避けたいなと思ってたんですが、まあ普通にね、ボケていました。はい、まあボケているといえばね、昨日のね動画なんですが、まあ、皆さんね、ご迷惑をおかけしてしまって誠に申し訳ございません。はい、まあ、まだね見たことがない方もいるかもしれないんですが、VSS のですね、まあ、動画を投稿したんですけど、そのね、なんか BGM の音量がもうぶっ壊れてて、みんなのね耳が全ロスしてしまうっていうね、事件を、凶悪な、特大事件をですね引き起こしてしまいました。誠に申し訳ございませんでした。その辺はですね、まあ、しっかりと確認でね、何とでもなる、まあ、問題だと思うので、確認不足だったんでね、申し訳ないです。はい、ちょっとね、疲れている可能性がある。あ、いるか？怖。ははは。びっくり。待て、お願いな！ああ！死ぬ！もうなんでこんな、もう！マジかよ！くそ！ふざけんなよ、マジで。は？おい！ちょい、待って、ほんとに。俺さ、今寝ぼけてたんだよ、マジで。ほんとにすまん。うわ、もう、うわ、もう、マジかよ、もうなんでそんなところで接敵するんだよ、もう、鎮痛飲めよ、マジで、もう最悪なんだけど、もう、めん。くっそ、マジでやばい。ほんとに最悪。もう、ガチでやばいって、これ、ほんとに。もう、金欠オブ金欠なのにさ、こんな序盤でさ、しばかれたら、もうダメでしょって、本当に。もうなんでこんなとこでやられないといけないんで、もう、
くだらねえわマジで警告マンハント、何これ、もう脇ポジ近すぎるって本当に、どうにかしてくれよ、メンタルブレイクアウトおかしいだろ本当に、もう最悪なんだけど、ちょっとキルカメラ見ましょうか、もうダメだマジでやっちまったこれ本当に、あー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 終わったんですが普通に、はい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 、なんかいきなり俺が出てきてでなんかぶっ放すっていう、なんかもう普通に弱そうじゃん敵のさ装備だよこれ、やばいやばいやばい最悪、あーもうそれで俺がちょっと強気に出たから、あー木で隠れられたのに、もうマジで何やってんだよ俺本当に、もう最悪本当に最悪、もう木で隠れてたじゃん、回復しろよな、ちょっと焦りすぎたんですが普通に、おーいい、もうやだよこんな、なんか全ロスでさしばかれんの、しかも AP 弾にさ6層がぶち抜かれるっていう悲劇ですかこれ、ねえみんな今どんな気持ち、今どんな気持ちでさ画面の前で見てる笑ってる、それとも呆れてる、それともなんか冷たい目で冷ややかな視線を画面の前に送ってますか、はい、いや本当にさありえないよね、うん、でもありえないことって時には起きるんだよ、だからもう事故だよねこれは、不運な、うん、ちょっともうマジですまん、もう本当にごめん、俺だってさわざとさ全ロスしているわけでもないしさ、なんかあの謝罪のね言葉をみんなにさ届けようって思う気持ちが一番強くて、でなんか謝罪してたらなんか勝手にしばかれてました、はい、これねみんなもさ本当にさ体験してほしいんだけど、いつもさなんか俺超さしばかれるじゃん、だからこんがり4話とかさ、なんでそこでそんな動きするのみたいなあの話があると思うんだけど、動画をさ撮りながらね、こうやってやってるとマジで集中できないの、本当に喋りたいことがいっぱいありすぎてさ、もう頭の中はさそのトークっていうかなんかそっちのさところに能力使ってて、なんだろうなこのプレイングにですね頭が使えないんですよ本当に、もう言い訳オッツーなんですが、まあキッズの言い訳ランキング第4位に入れといてください、はい、喋ってるから負けたとか言ってもうやなんだけど本当に無理だからこれ、もうマジでさ俺昨日の夜さもう寝ずにね、まあ、寝ずにじゃないけどもう本当に夜中の2時まで俺金策しててさ、でまあ70万失ってまあ20万ぐらい、取り返すことはできたんですが、まあトータルでまあマイナス50万弱はい、負けまして、でそっからねもう眠れなくてさもう寝たんですけどなんとかで起きてさ、まあしょっぱな、会社行く前にでもなんか動画撮ろっかなって思ったらさこういうことになるじゃんね、もうダメだよ本当に、なんかさ金策で取り返そう取り返そうってすればするほどさなんか負のスパイラルに入っていってなんか眠れなくなるし、でなんか睡眠時間が足りないとさ頭働かないしマジで、全ロスしてさようやく初めて気づくんだよ、あ俺睡眠不足で頭働いてねえやって、でようやくね、ここで起きるんですよ、まあ、目覚まし時計の代わりみたいな感じで、本当に最悪、もうマジでもう終わったわもう、はい、ということでね、まあ、あれから少しだけまあ時間を置いて、まあ、お水を飲んでですね、少し気持ちを落ち着かせました、はい、取り乱してしまって誠にすいませんでした、 MK14 一発も撃ってねえじゃんってね、まあ、みんなさ思うかもしんない、それについてさ一言だけ言わせてもらっていい、ちょっと俺の気持ちっていうのをちょっとギャフンとね、言わせてもらいたいんですが、その通りです、はい、まあ、前回ねMK14 は一応打ってるので、そちらのね、動画も見ていただけると幸いです。以上、こんがりでした。じゃあな、じじー。